さあ、ピラミッドの最新部ですね。これはもうだって残っている顔はガオ、ガエンだけなんで。いやー、ガオ、ガエンは絶対強いじゃん。敵としてもね。何？どうした？街の手顔全部取り返したね。一人で焼け、一人覗いてね。あとは魔人ガオ、ガエンの顔だけですからね。ずいぶん奥まで来たけど、魔人の顔まだかな？ん？この近くにあるぞよ。ん？あら？ピラミッドパワーがそう告げておる。あら、くねくねしてるんだけど。ピラミッドパワー。大魔王もいるぞよ。いるのか。あら？あら、いよいよそういうなんかちょっと老いたな子になっちゃったのかしら。てか、あんらだずっといるんだもんな、なんだかんだでな。いよいよ来るな。あー、いるじゃん。またお前か。力を封じやったというのに、本当にしぶといやつだな。怒ってる怒ってる怒ってるぜ。いでよ、いにしえの王の仮面よ。王の仮面？うわー、ファラオ！おー、ガオ、ガエン！百宝？こいつは我が最強の部下の一人だ。最強の中の部下の中でも最弱。健闘を祈る。ふっは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 。ボスだな、これ大ボスだ。東の方に飛ばさった。また東の方に行っちゃった。マジ。まあ、ファラオじゃん、完全に。ファラオ、ガオ、ガエン。なんかどっちかといえばなんかさ、ファラオの仮面にシール貼ってるみたいになってるけど。ただのシールにしか見えんけどな。とりあえず、まずは、馬騎乗攻撃行くか。行くよーそれー、いいね、80! よしよし。いや、でもとりあえず、いつも通り1体なら、小悪魔の技の甘いささやきから入りたいね。呪いをかける！呪いかかった！俺ファラオ！俺ファラオ！俺ファラオじゃねえんだよ。ちょっと、なんかもう俺ファラオ。本当だ、ファラオになってる。まあとりあえず君ちょっとそっち行っといて。戦闘にならないからこれじゃあ。HP 回復は振りかけがあるんで、まあ何とでもなるんですけど、なりす、めっちゃなるな。いや、めっちゃなるよ。体験版で鍛えたこのね、成果は無駄にならないですからね。とりあえず甘いささやきを使いましょう。甘いささやきで防御下げてから、しおちゃんの強力な攻撃打ちかませば、だいぶ、おお。いけ、しおちゃん。いけ、58、弱わ。そんだけやっといて 58？ あんなの方が出るな。呪いが解けた。19。安全地帯が出そう。で、どうしようかな。まあ、一発耐えるか。大丈夫大丈夫。で、馬の攻撃して、今ガード甘いからね。100ぐらい出るで。それ !94! いいね、バンクラッシュ、いいよ、慎重。よし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 。呪いをかける、私、アナファラオ。アナファラオじゃない、君ファラオじゃない。戻っといて。アナファラオじゃないよ。準備完了、行ってこい。いいダメージ、いいダメージ出る。よし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 。ガンガン行こう。馬の騎乗攻撃で、削っていけ !105! あんな、何してんのお前たちは。まあ、ここで食べるのは仕方ない。あー、でもヨッピーがやってほしかったな、ここは。あれ、焼きバナナ。から焼き！あともう少し多分。割に帰った。あー、防御が。安全地帯使おう。よし、でもよく耐えたね。よく耐えた、よく耐えた。てか、なんだかんだね、自分が安全地帯を使うことがほとんどないな。状態上になんないから。よっしゃ！もう決まる。もう終わる。終わるね。これはいったわ。騎乗攻撃、せーの。はい！余裕だね。やっほーガオガエン、お前シールだよ、もはやあれじゃん。ん？なんだ？おお！マナ！私、シャドウキの写真はティラです。撮ったばかりの写真、お売りしましょうか？いや、
俺ファラオそんなん買ってどうすんだよ、なんだよこれ俺ファラオって。おかやめざます。いやちょっとティラーティラー、ま、なんかしっくりくんだけど、お前なんか雑魚らんしか見えねえじゃねえかよ。ヤッホー喜んでんなー、ガオガエン。ヤッホーとヤッホー、あなた様の動きです。いや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 、しかし顔を奪うなんて大魔王太郎も恐ろしいやつ。それにしても今回この思い知りましたよ、大事物を奪われる気持ちを。俺もう他人も許せにしません。真面目に働いて罪滅ぼしします。頑張ってガオガエになるけど、お前スマブラに参戦しろ。スマブラに参戦するんや。これでオッケー、街の人の顔終わったね。おー明るい、日差しが差した、よかったね、この街にも平和戻ったね。いやーよかったよかった。さあ今まで行けなかったこの岩のとこなんですけど、そう今まで行けなかったんですよ。ん、大きな目が道を塞いでる。お任せください。ガオガエンパワータイプならいける、お前ならいけるわ。ちょっとお待ちを。おおガオガエンこんなところで、おおすげえ。え、お前その拳でやった方が吹き飛ばすって、いやあのお前拳でやった方がいいんじゃないの。どうぞお通りください。ありがとうガオガエン。本物は誰？マジで難しいんだよ。その、マジで難しいんだって。もう、とある問題来たら詰む。あ、ヨッピーなら大丈夫。ヨッピーは大丈夫。さすがにいいんだけどさ。これ、一部の人が来ると詰んじゃうんですよ。来んなよ。あー、ティラはどの人？これはね、さすがにこれ大丈夫です。それが自分で作ったんだかわかる。オッケー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 。とある人が来たら詰むぞ。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？来んなよ。絶対来んなよ。あー、リリア様は、え、背丈？俺多分ね、背丈そんな高くね、作ってないんだわ。よし、オッケーオッケーオッケー。背丈か。よかったよかった。まあ、さすがに自分の作った身がわかんないよ。人の作った身がわかんないの。そのうちもしかしたら超難問として出てくるかもしれないですね、これ。やった。さあ。オアシスに来たんですが、おー、クロちゃん、久しぶりだな。むしろ、よく砂漠まで来たなって言うと、来たのは支える兵士のおかげだよね。何？モノホストな顔しておるの。くれてやろう、取っておけと、あ！やったー！でも一つか、もっとくれてもいいのに。食べ過ぎに気をつけてな。食べ過ぎるとああなるんだろうな。バーベキューだ！バーベキューいいね。うちのリアル友人のヨッピーは本当にバーベキューできるんだよね。そう、キャンプとか好きなんだよな。これも焼いてみよう。え、それを焼いた、それは言った本人が食べてくれる、しおちゃん。ドキドキ。それは言った本人がね、食べてください。あ、美味しかったんだ。でも誰もか、全然回復してなかったけど。バーベキューか。したことないな、あんまり。やがて夜が明けた。ああ、普通に寝たんだね。その分だと。テントから出てきたけど。みんなおはよう。普通のイベントだったわ。微笑ましい。あ、隣にサブか。ここで終わり。思えばいろいろあったね。そうだね。アンラがまた再び来ると思わなかったよ。別れたはずのアンラがさ、再びまた成長してやってくると思わなかったわ。いろいろあったね。魔人ガオガエンピラミッドパワー。ピラミッドパワーあったね、アンラに。苦難を乗り越えた僕たちは、さらなる苦難の道を進むのだ。やだなぁ。もうちょっとこの辺でゆっくりしない？今夜はゆっくり楽しもう。うんうん。乾杯！やったねトレースモークも終わりか。あれ？どこから見た光景が広がっております。そしてどこから見た、さっきどこから見たフラグが、そして同じような展開が起きているような気が。同じ展開やないか。俺はまた同じことしとる。あれみんなは夢か、もしかしてまた大魔王トランプに。ほっほっほ、その通り。また大魔王トランプに寝込みをされたら、寝込みをされてばっかやんか。忘れて、行方なしとったかな。その他の仲間たちじゃないもん連れ去られたぞ。またあんな連れ去られたの。
よし、追いかけようで、小悪魔の力もないよ。あ、やっぱりその他の小悪魔の力も封印されておるの。がっくり。仕方ない。また新しい力を授けよう。さあ、選ぶがよい。今度もちょっと新しい力を増やしておる。神様万能すぎるんだよな。無能なんだか万能なんだか。私の新しい職業、見てください。ひねいやいや、ちょっと待って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 。服が噛み合ってないよ。なんか違う。なんか服が全然噛み合ってないんだけど、なんでだ違和感しかない。違和感しかないな。一方、その頃。連れ去られたじゃん。あー久しぶりに出てきたね。暑いね。暑いんだ、そこ。暑いとこにいるんだ。あれ？あ！連れ去られた人たちだ。どうも、どうも。ちょっとアンナが二人いる。アンナが二人いるっていう違和感のある光景が広がっている。さらわれてきたんだ。大魔王トランプに。そっかー。私たちは一緒だね。あの、君たちって、ティラの仲間かな？そうだけど、アンナが二人会話すんじゃねえよ。やっぱり、私たちもそうなんだ。ええー、じゃあこの6人みんな仲間だね。そうだね。謎の連結感よ。ティラも頑張ってるんだ。アイハブたちも。なんとかここは脱臭しないと。こいつらね、この仲間たちのね、視点もあったらいいのにね。みんな力を合わせて、頑張ろう。にしても闇の中進んでんだな、この人たちは。大変だわ。また一人だ来ました、エルフの国ね。新しい三、まあ第三章というべきか、エルフの国にやってきました。馬と共に。結局馬は残ってくれるのいいよね。なんか今まで一人でさ、急に残されてたけどさ、馬いるだけで違うよな。ああ、ありがとう。行くか。じゃあ新しいね、ティラ姫となっていきます。王子がないんですよ、このゲーム。姫なんですよ。姫しかないんですよ。大丈夫かな。ドーピングしてる。ほら見て、ドレス着てんもん。ドレスですよ、私。介護職で昔女装とかよくしとったな。うん、介護職だとね、女装しないといけないっていう場面があってさ、結構。入居者にね、バカみたいな姿を披露しないといけないんですよね。女装するだのさ、バレリーナの姿になれたのあったんですよ。なんかその時を思い出して、ちょっとね、嫌な気持ちになってきた。なんか今嫌な気持ちになってきたんだけど。やめよう。待ってましたー。やっぱりね、新しい国を旅するということでね、お待たせしたな。新しい国にはね、一人旅、寂しかろう、心細かろう。まあ、一人旅というより、馬いたけどね。ということで、またまた呼んでおいたぞ、新しい仲間をな。よっしゃー、誰にしようかなー。さあ、どんな仲間が来たでしょうか。うおー見た目なんとかなんだかだ。何これ、くねくねしとる。鼻、暗いか。俺のリアル友人の暗いか。くねくねしとる。腰つきがやらしい。腰つきがやらしい。お邪魔しまーす。鼻の暗いかです。鼻の、鼻職業ちゃうで、鼻って。フラワーは職業とは言わん。姫だの、鼻だの。わけわからん職業増えてきたな。大丈夫か、こいつ。さあ、クライカのウイジン、花クライカのウイジンです。またなんかレベルの、同じレベルタイとは思えないことになってる。でね、王宮ダンス、これ強いんだよね。これさ、何かっていうと、全体に踊りの状態上かけます。踊りましょう。行くぜー、王宮ダンス。これ結構効果的っすよ。雑魚的に全員を止める可能性があるから、いいね、めっちゃ効いた。でもこれだとさ、自分がアタッカーだから、あれか。暗いか、いけ！わーい！いや、かすい。で、ちなみにこれって何回もできて、どういうことかっていうと、一度踊り状態になったやつは、これをしていることで、永続的にずっと踊れます。ほら、優雅に踊っている状態になるんで、比較的ずーっと踊っていることができるんですけど、これね、今使ってもしゃあないな。暗いかがコミックなさすぎて、意味がないな。結局いっちゃうか。あ、ラッキー、ありがとう。俺のあまりにも攻撃に嫌気がさした。やっちゃえ、ニッソン。これパーティーになってくるとこれ使えるんだな。4人になったら多分ずっと応急ダンスを止めた方がいいかもしれない。
雑魚敵は本当にこれで完封できるのがいいですね。でこれでそう自分が叩くとこんだけ出るもんな。あ姫、ああ賢者。うん、おやこんにちは、こんにちは伊田社長、岩田社長、こんにちは活躍の噂耳にしていますよ。魔人ガオガイを返すんじゃったとか、さすがですね。へへへ。それで大魔王トランプはどうなりました？ドッキリ。実はもう仲間もうアンラ2人も連れ去られた、アンラ2回とも連れ去られて、いよいよアンラいなくなったからね。いよいよアンラいなくなったよ。2回来たけど次こそはアンラダメだったよ。それは大変でした。ライマはおそらくこの先エルフの村に向かっています。エルフ、エルフは森の妖精です。彼は強い魔法を使えるのですよ。ライマも苦戦するでしょうね。うんうん、ではまたお会いしましょう。今回は何か伏線とかいうこともなく普通に会話イベントだったね。あ、エルフの村の人に配役するミーを選んでください。配役だね。うわ結構8人もいんのか。へえ。大妖精ファン。へえ、じゃあ配役するか。もう大丈夫か。大妖精、大妖精長女。あーこれか、やっぱ可愛らしいわがままっ子とか書いてあるね。オッケー、三姉妹ね。おおいいね。ちょっと内気だが心優しい少女。んいいんじゃない、ん行きましょう行きましょう。いいのどうです、可愛らしいわがまま娘。おおなわがまま娘、うんいいいいんじゃないですか、行きましょう行きましょう。気づいたエルフ、レズティア、うちのリア友のニックネーム。うちのリア友のニックネーム。う、大変だ。なんでうちのリア友がここの配役にされてしまったかのっていうと、枠が足らないからですね、仲間の。あ、お願いします、メルティア様。長女はめちゃくちゃ、う、ああうーって。すやすや。なんだ。じゃあエルフの村、ちょっと待って。エルフの村は嫌な感じしかしないやつ、ちょっと。で、皆さん。覚悟の準備はいいですか？覚悟はいいですか、皆さん。